改めてスカウト済み選手見ていきます、クロスファイヤー湯本、将来性南、さよなら男佐藤、全中準優勝威圧感福田、全中優勝対左奥田、長野の上条60番です。ということで2070年の新入生見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。参ろう。ちょっとわかんないけど上条くん来てる。転生いない。これちょっとまずいか。とりあえず上条くん178位。はい、バンド職人90番。まあまあまあ思いやりないね。外野かな。右側まあ外野なら目つぶれるかも。長野だっけ。上条くん長野ね。はい、頑張ってね。まず一般入部生飛田新地くんから見ていきたいと思います。はい、118位。ザ・モブキャラ。はい、盗塁 F、 走塁 E。 あ、走れない。打てそうになさそう。ちょっとあんま使えなさそうかな。思いやりあるけど代打かな。2年生の秋からかな。飛田高則くん。はい、こんにちは。打てればいいけど、まあ、軟式上がりって感じかな。相当頑張らないと大変だよ。続いて、鈴木くん。はい、164。あら、いいよ。悪くないよ。新入上がりかな。はい、チャンス F、 選球が思いやれる。まあ、チャンスぐらいか。チャンスに目つぶれば、まあ、なんとかなる。全然、一般入部生にしてはいい。ニコニコしてていいね。鈴木、B。まあ悪くはないよ。戦う顔はまあしてなさそうだけど。頑張ってね、ビン君。つって、ゴーダ君。ちょっと、ピッチャーマジやばいから、ちょっと軽い化け物を着てください。死に上がりで、137とかだったらまだ許す。はい、137!やばすぎー!バチバチに当ててゆく!ピタリ賞ゲットにされております。チルアウトの効果発動。はい、ああ、まあまあまあ、タイピンチいいぐらいかな。まあまあ死に上がりっぽい感じですかね。一応縦スラだけまあ投げれると。136はまあいいけど、タバコはちょっと吸ってますね。これね、金丸1日に5カートン吸ってます。野手もまあセンスあり。まあ136投げれるからね、いいね。悪くない。ゴーダ剣士くんかな。こんにちは。ここらでこういう人来てくれるんだったらいいよ。お前もしかしたらエース候補かも。え、たけしって読むのこれ。ケンシ君じゃないの。たけしで来んのやめて。漢字ちげえじゃん。続いて福士君。はい、128。まあまあかな。フォーク4。いいよ。左投げ多いね。はい、勝ち運。伸びいい対左。まあ、そこぐらいですね。そこぐらい。まあまあまあ、やれるんじゃない。合宿頑張ればまあいける。ああ、まあ、野手もまあまあセンスあり。多少の前後いける。福士。勝崎くん。ああ、おや、古木ファンかな。なら、ジモティね。まあいいでしょう。ピッチャーは一応今のところ、ゴーダくんがちょっとエース候補かもってことで。湯本くんはまあこれちょっとサブポジ法制絶対入ってるんで、ちょっと星は高くくるけど、投手能力がいいんだったらもう180ぐらいはもう超えてこないと多分厳しい。君は。湯本くん。はい、132。うわー、これ、サブポジ法制入って132はやばいわ。はい、クロスファイヤー、超食炭。いや、でも、右側は悪くないけどな。スタミナ低いから、結構タバコ吸っちゃってるからかな。対左。まあ、あと、球速も遅いからかな。まあまあじゃない?意外といけそう。対左ぐらい。多分、ちょっと、喫煙歴ありと、球速が125キロということで、金ピ1日に10カートン吸ってます。朝3、昼3、夜3、夜中に起きて1。夜中に起きて1カートンは結構やばい。野手は?まあ、使えないかな。でも、全員左投げじゃん。湯本。なんでこれ、これ。ミノル?まあ、でも、それなりに右が悪くないからね。球速が上がってくれば、星は上がりそう。
まあいける。湯本殿は多分ゴーダでなんとかなりそうな。ゴーダ結構いいね。で続いて将来性南くん、来てすぐ覚醒してくれれば、怒ったりしません。変なことも言いません。はい、139。まあまあかな。覚醒込みと考えるとまあまあ。はい、ムード×エラー。いや、これがなくなれば参る。お前は右側かなり優秀。ムードは最悪、まるで上書きして、エラーなくなれば、こういう将来性ならまだ許せる。ムードまるで上書きしてエラーが消えればなんとかなる。これですぐ覚醒してくれればそれなりにやれるんじゃない。これ結構いいよ。素晴らしい。いいね。将来有望ですね。こういう右側のやつマジでいい。マジで偉い。南優太君、愛知、こんにちは。金徳はちょっとまだかな。すぐ覚醒して全部20ぐらい上がってくれれば許すよ。ムード丸にすればまあベンチで入れるかな。次で佐藤君。佐藤君はもうほぼ代打枠かなっていう感じ。はい、167。まあまあかな。まあまあバッティングで言うと、怪我しにくさ B、 さよなら男。チャンスはいい。チャンスいいか。代打じゃ使えないんぞお前。これファーストにコンバートして適当にやってくれればまあいいかな。まあ代打枠かな。佐藤ただはるくん、こんにちは。1年生のまあ秋から出れるといいねぐらいかな。怪我しにくいのはもう分かんないから、ちょっと一回ダンプにぶつかってこないと分かんない。それで判別する。奥田が対左 B。 じゃあ奥田から行くか。はい、216。いいでしょう。そのミートだけもドルルッてドルルルルって上げとけばもうなんとかなる。いいよ。はい、対左 A。 片道ラインドライブ。チャンスいい、盗塁走塁、使いにく。内野かな。使うなら内野かな。思いやりあるし。ちょっと右側が怪しいな。合宿頑張んないと肩いいのにもったいない。ラインドライバーあんまり打ってる印象ないんだよね。積極守備、はいはい。まあ、ショートかな。奥田義和君、こんにちは。肩ほぼ B だからまあショートだよね、いずれね。ショートで守備上げて走力上げてトゥルルってやってくれれば、1年秋ぐらいからもしかしたら出れるかも。最後福谷君。福谷君は威圧感。はい、203。まあまあまあいいでしょう。200超えてくるんだったらまあ許そう。いいよ。はい、威圧感。あ、まあ全然問題ない。チャンスいいぐらい。あ、これならもう全然参る。お前出せる。チャンスいいぐらい。いいね、それなりに走れるのいいね。いいよ、悪くない。まあ、早急いいだからまあ外野かな。ってことはもうキャッチャーが、でも早急いいのやつが多いんだよね。キャッチャー佐藤はちょっとすぐ任せられないから、まあ一応キャッチャーいるんでね。キャッチャー B のやつ次いるのよ。まあ無難に、ちょっと転生いないけど、転生しばらく来てないな。可愛い女の子でお願いします。男の子は不必要です。可愛い女の子、可愛い子がいい。ショートパーマの、はい、草薙ちゃん。いや、いいよ。栄冠ないんで一番可愛いのはこの髪型です。いいよ。あとおめめ、草薙ちゃん。あー、いいねー。悪くないね、草薙ちゃん。いろいろ教えてあげるからね、安心してね。いいよ、素晴らしい。可愛い。ちょっとエッチですね。謎キャラっぽいようなオーラを醸し出してますけども、悪くない、草薙ちゃんで。池谷ちゃんとかはもう結構体格がね、まあまあふくよかなんで、ちょっと厳しいから、マネージメントとかはもういいので。庭野ちゃんもまあ可愛いんだけどね。池谷ちゃんはまあちょっとなんかプラカード係とかで、あのうち夏甲子園行くんで、あの栄冠は君に輝くとか、そこら辺あの歌いながら、お前が歌って歩けばいいから、プラカードで四股踏みながらもう歩いてって。それで雲は湧きって言って、お前が歌いながら行けばいいから。分かったな。はい、そのチュンチュン。